やっはろー、どうもこんにちはじゃない、おはようございますですね。アニメリアクション人ことマジラジオギニハマーです。現在4月8日土曜午前8時59分になるとしますね。はい、ただいまですね、江戸前エルフ1話見終えて感想あらすじ書き終えアップロードと思いましたんで、さあここからは、アベマ TV にて魔法少女マジカルデストロイヤーズ1話ですね、見ていこうと思います。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。また、広告入ってきますんで、できれば1回見ていただいた後に、どこでどんなリアクションをしているのかを確かめていただければと思います。お願いします。それではいきましょう。3、2、1スタート。上上下下、左右左右 BA。 コナミコマンドだったかな。2008年の秋葉ってあの事件があった時やん。レイジアゲインスト。あれ、この顔見たことあんな。ニコニコ動画の顔。あ、違ったっけ。保護。天中ラリアット。クローズライン。ラリアットのことクローズライン言うのは WWF ぐらいやぞ。めっ。いや、アントニオ猪木。あなんだっけ、幕張メッセやったっけ、あれ。いいね、いきなりプロレスネタやな。プロレスって大好きなんでね。ちょっと進化の実のアングレアっぽかったね。ああ、中野サンプラザ、うちの母が住んでた近くです。あ、ブロードウェイや。あ、日本場所も。
まあ今のところとりあえず2008年にオタクが、SSC とかに保護されたと。鼻水。まあ、あの下ネタという概念が存在しない退屈な世界のオタクバージョンみたいなもんやね。2011年現在。3年後やね。ビーチクテ。しょぼん軍。インラン青サイコ。あ、これがブルーか。ん？あ、違うな。ん？ブルーは火をったって言ったっけ？な、今捕まったの誰だろう。ああ、まあ、ブルーやね、捕まった。
千代田区および台東区の一部で、ほう、秋葉原って何区なん？千代田区なん？なんでもうちょっとじゃぞたん。ああ、中野駅や。懐かしい。あ、ブロードウェイ懐かしい。サンプラザ。津田沼。この アフロになった。おでんかんや。オタクヒーローはそもそもなんで自信なくしたんやろ。このちっちゃいのが黒沢智さんやったっけか。めっちゃ保護されたな。この腐れ沈活インポやろ。言葉汚な。
あれ、燃えて落ちてたぞ。あ、ブーゲン？なるほど、炎の魔法ってそういうことなんや。人の心に火を灯すと。アバンで飛んでたやつだな、これ。ほんでアバンにつながるのか。ああ、ビッグサイトか。あ、ほんでアバンにつながるのね。あれ、A っていうのはアナーキーの A か。ヘブンズ・インフェルノ。老後が消えた。おお。すごいね、オタクは。キルラン。ブルーこっちって書いてある。ほら、あばばばばいって骨なんだけど。お、ノーヒットノーライフ。無敵やな、このちっこいの名前わからんけど。あ、これブルー。サルグツワを。おお、
おお、これで止めてるやん。また骨になってるやん。あ、アナーキー無敵なんかな。ああ、なんでそんな生めかしい声やねん。え、さっき鼻くそ飛ばした？これ。あ、ブルーはあれか？あ、違うか。アホウキ。あざっす。関西じゃないね、ブルーじゃん。あ、出てきた、出てきた、アングレアみたいな。あ、終わった。アナーキーはファイルザイさんか。で、ブルーがアイミさん。あ、古川さんね。クスノキさん。そうか、黒沢さんはもう一人の魔法少女な。あれ、クスノキさんとか、ちっこいの。これがオープニングか。おお、これ歌あゆみさんだよね。急に実写。ここに、あ、違うか。おお、これ黒沢さんじゃんか。魔法少女ピンク。ああ、わかったわかった。はい、まあ、とりあえずあれやね、1話は何？まあ、2008年に、秋葉が SSC しょぼん軍って言ったかな、に、制圧されたと。まあ、政府だ、国やね。国がオタクを排除し始めたってことやね。で、まあ、ほとんどが陥落した中で、2011年にオタクヒーローが動き出し、秋葉だけは奪還したと。あ、なんで自信失ったんかな。で、まあ、ブルーちゃんが確保されたからか。で、自信失った結果、まあ、アナーキーが、じゃあ私がリーダーやってやるわって言ったけども、まあ、やっぱり私にはあなたがリーダーだということで。急にちょっと泣いたりとか、いろいろとちょっとなんか、ちょっとようわからんな、まだ1話ではね。なんでそのオタクヒーローがあんなにリーダーとして、何、称えられているのか。称えられてる？まあ、信用を得ているのかとかね。まあ、実力も確かにすごかったのよね。飛行船用意したりだとか、飛行船から、何、爆弾かな？落としたりだとかね。で、その魔法少女が一体何者なのかとかもようわからへんし、どういう世界観なんやろう。まあもちろん日本がね、舞台なんやろうけど、なんで魔法少女がいんのかだとか、ちょっとわからへんな。で、あのちっちゃい動物、ちょっとキャラクター見ようか。このちっちゃいのなんていうの？
あ、これか、これが京太郎か。で、楠木智さんなんやね。京太郎。で、まだ出てきてないのがあれやな。まあまあ、ちょっとあんまり見るとネタバレになりそうです。やめとこう。うん。まあ、まだちょっと1話見る限りでは、まだちょっとまだ分からへんかな。おもろいかどうかは。ちょっとまだ1話では心つかまれへんかったかなって感じかな。だけどまあ、どうなっていくのね。ギャグなのか、シリアスなのか。ちょっとまだそれもまだちょっとわからないのでね、どっちかな。まあ自分は1話切りとか3話切りとかできない人間なんで、もう1話見たらもう最後までね、見ますから。まあ、おもろかったのはおもろかったかな。そのちょいちょいそのギャグ要素が入った。特にやっぱ最初に来たプロレスネタがね、自分プロレスネタ好きなので、まあそこだけ書いた話だけど、ちょっとじゃあキャスト欄を目指していただきます。まあこれ見たらアナーキーちゃんが主人公か。しょぼん、あれ斎藤壮馬さんか。昨日見た永遠の831の主人公や。浅野鈴代やね。芹沢優さんいたんや。あれか、スレイヤー。スレイヤーってこれか、アングレアみたいなのか。あ、これがスレイヤー。あ、これ芹沢優さんやったんや。ほう、なんかまた幅広いね、芹沢さんも。稲田徹さん。あ、え、小安さんいたんや。どこにおった？全然気づかなかったな。石井春樹さんもいたのね。塚本周一。はい。まあ、そんな感じで、とりあえず、まあ、見進めてはいきますけども、まあ、面白くなってくるとは思うけどね、その白熱した展開っていうのは期待できるんで、このしょぼん軍と、オタク軍の戦い。だその魔法少女の存在だとかっていうのはちょっとまだ、なんでいるのかがわからへんかな。まあ、それはまあ、まだ1話やしね、今後掘り下げられていくんでしょう、きっと。はい、ということで、魔法少女マジカルデストロイヤーズ1話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。また4月10日に、僕はですね、世界丸見えテレビ特捜部出ますんで、ぜひ見てください。はい、ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。ここからは僕の自己紹介タイムです。興味のない方はここで切ってください。はい、自分はですね、世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやっています。普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響により約3年2ヶ月にわたって仕事が全くもってございません。貯金だけで何とか生活してます。3月3日までには48連休を経験。10月以降はインボイ制度というものがスタートします。収入の1割を国に持っていかれます。どうやって生きていくんでしょうね。まあ、そんな中でアニメのリアクション一生懸命やってるつもりですけども、昨年の4月の、25日、一度だけ、メンタル粉々になって辞めるという宣言動画出したんですけども、皆様の応援の声を経てですね、1日も結局休むことなく今日まで続けて1108日です。ただ一昨年の、8月18日から、2020年4月頭にかけて約1年5ヶ月分、推定2000本以上のリアクション動画、自らの手で削除させられるという地獄を味わってます。まあ、それを乗り越えてやってますけども、13年以上使っているこのパフォーマーとしてスタートしたチャンネルでアニメのリアクションを始めてしまったので、昨年の9月の14日に新たに本職のチャンネル立ち上げてます。ぜひこっちの応援もお願いします。毎日19時に1本動画投稿してますんで、よかったら1本でもね、再生していただいて、高評価、チャンネル登録いただければ幸いです。URL は説明文に載っけてます。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてます。こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアク職人ことマジラジョギの浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。